はい、今日はですね、ブラインドボーイフラーという人の If You See My Big Beat という曲を、まずイントロの部分をね、ちょっとやってみようと思います。イントロこんな感じです。ちょっと聞いてください。わかりました。結構早いよね。難しいんだけども、この人はいわゆるアメリカの南部でも東海岸の方、アパラチアの方の出身なんですね。で、ここら辺のブルースっていうのはあんまりミシシッピとか、あっちの方のこう泥臭いスタイルじゃなくて、ちょっと洗練されてて白人の影響も受けた、そういう音を使う人も多いです。で、この人もそうです。聞くと泥臭く見えますけども、結構ね、なんていうのかな、ちょっと、おしゃれな感じの音も使ってるんですね。で、ちょっと今のところもう一回、ゆっくり聞いてみましょう。はい。いきなりね、もう最初からミシシッピあたりのブルースとは違う音を使ってるんですね。どういう音かっていうと、これですね。これはシドシドなんですね。で、普通ブルースのこういう、イントロだとっていうふうにこう、こうブルーノートの音を使うんですけど、ここはそうじゃなくてシドシド、なんかあんまりブルースっぽくない音を使うんですけどもですね。それでこの後で、そしてこのイントロの部分で一番面白いなと思うのは、これ一番最後のところに出てくるんですね。ちょっともう一回聞いてみましょう。ここです。もう一回聞いてみましょう。もう一回。どうでしょう。ここはね、イントロを弾いてきますと、この後です。ここがね、って言ってるのかなと思うと、よく聞くとこうではなくてこの音なんですね。で、これはどういう音かっていうと、つまりこの、普通だと多分こっちを使う、ソドソドに対してソの音が半音下がった、この音ってこの2つの音って何なんだろうなと思って、よく考えたら実はこれ A のコードに対してのディミニッシュコード、 A ディミニッシュかな、この場合は1カポしてるんで A シャープになりますけども、このからこう変わってコードの使い方ですね、こんなものが入ってるんですね。これはまあこの当時はもうすでにジャズなんかのギタリストたちなんかもうこういう音を使ってるんですけども、実はカントリーブルースだって思われているブラインドボーイフラー、この人なんかでもこういう音を使ってたっていうことです。